馬娘のレベル上昇と禁断症状について話す。こんにちは、皆さん。今日は馬娘についてお話ししましょう。馬娘って本当にいたんだってご存知ですか？最近、馬娘の人気が急上昇しています。実は、私も馬娘のファンなんですよ。さて、馬娘のレベルの上がり方ですが、なんと驚くべきことに、レベルがとても高いんです。940レベルになると、かなり強力な能力を持った馬娘になるんですよ。しかし、レベルアップには時間と努力が必要です。さて、話は変わりますが、皆さんはオナキンについて聞いたことがありますか？実は、馬娘の世界ではレベルを上げるためにオナキンをするという禁断症状があるんです。これによって、馬娘の能力がさらに向上すると言われています。そして、待ちに待った瞬間がやってきました。馬娘のレート戦が始まるんです。これは初めてのことなので、とてもワクワクしますね。グラマスは少し面倒なので、私は青春で回ることにしました。もちろん、馬娘の成績も上げるために頑張ります。さて、馬娘について話している最中に、配信者が宣伝を始めました。でも、私たちは馬娘のことに集中したいですよね。馬娘なら誰でもレート戦に参加できますし、シリウスメンバーは全員 B ランクなので、初心者でも安心して参加でき。ますよ。ちなみに、馬娘のレベルアップのためには、全身全霊で取り組むことが大切です。馬娘のことを忘れてしまった私は、ポケモンの主人公役をもらった日からデジタルの記憶を失ってしまいました。でも、馬娘に出会ったことで、新たな冒険が始まりました。最後に、明日は最後の無料10連でラモーヌをゲットするチャンスです。ぜひ、挑戦してみてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。サンキューな。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。